江戸八景のうち、佃島紀藩、豊広が、歌川豊広とは、江戸時代中期の浮世絵師、歌川豊春の門人。本生は岡島、俗称、藤三郎、一柳人志とゴース。江戸の人で、芝辺門前町に住んでいた。豊春に入門し、一柳人志と称して、天明八年頃から、絵語読みの作画を始める。前年秋。 中村座の狂言と交渉される二世章、佐川常世のお三と三世、沢村宗十郎の模兵を描いた再犯二式絵がある、とも言われる。ただし、その後、完成の末までの間の作品の有無に関しては未詳。初代、歌川報告とは同門であったが、豊広の作品は、報告より地味で、それが、美人画や風景画にも現れている。 豊春文化では報告に次ぐ実力者であったが、半本の挿絵が活動の主体で、完成12年頃から文化7年の頃にかけては主に仇討ち者の、起拍子や交換、話し本の挿絵を多く手掛けており、山、東京伝や極低和金、実編者19らの作品に携わっている。報告のように役者絵に没頭しなかったので、門人に、初代、 歌川広重のような風景画家が排出することとなった。広重の主として若干の風景画も残している。報告と比較すると作品数は極めて少ないが、完成末年から文化期に描いた美人画には清楚でどこか弱々しく寂しげな表情が見られ、すらりとした柳越しの独特な趣きがある。縦2枚続くは豊弘の草案と考えられる。 また、肉筆美人画には、叙情性,性の豊かな、優れたものが数多く見られる。文化3年から文政10年頃まで、極低馬金に認められてその特本に、数多くの挿絵を描いた。西木絵の代表作として、報告と与広両が十二校や、江戸八景などが挙げられる。去年56、墓所は、港区虎ノ門の千密寺。法名は、作権終身寺。 豊広の門人には、東海道五十三次の作者として、著名な歌川広重のほか、息子の歌川豊か清、歌川広宇歌川広支援、歌川広試県、鳥羽広丸、宇歌川広常、歌川広政、歌川広政、歌川直宇歌川豊か宇歌川義弘らがいた。歌川広政は、沼津で旅人宿、太平屋を営み、 文化の頃活躍している。また歌川広司生と同一人とも言われる。ありがとうございます。